オリンパス・オリンパスはイギリスで開発された、軸流圧縮式、ターボジェットエンジンである。原型は、ブリストル航空エンジンで開発、生産された。オリンパスの名前の由来は、ブリストルでの伝統にのっとって、ギリシャ神話から名付けられた。後に、ブリストルシドレーに引き継がれ、最終的には、ロールス・ロイスに引き継がれた。原型は、アブロ・バルカン向けに開発されたものである。 後に、チームソニックレーシングマイナス -2 計画で超音速能力を付与され、同計画が中止されるとコンコルド向けに用途を見出された。アメリカ合衆国のカーツスライト社では、J67 の名称で、産業用および感染用ガスタービンとして、ライセンス生産されている。1950年、オリンパスが最初に運転された時、 その推力は 44KN であった。1953年、イングリッシュエレクトリックキャンベラに献花されて飛行試験が行われ、1955年より本格的な生産に入った。オリンパスはブリストルシドレー社でも開発が継続された。1956年、オリンパス101はアブロバルカン BK1 に搭載されて102、104位と改良された。 106は201の開発用機材であり、最初にオリンパス201を搭載したのは、アブロバルカン BK2 爆撃機であった。低圧側圧縮機と低圧タービンの改良により、オリンパス201の水力は 76KN から 89KN に増強された。引き続き改良型のオリンパス301が開発され、これもバルカン B マーク2爆撃機に搭載された。 圧縮弾数の増加により、流入する、空気量が増えたことに伴い、エンジン吸気口は拡大された。オリンパス593マーク610の、ノズルコンコルドの機種横に置かれたオリンパス593エンジン最後の定期便フライト中の、コンコルド短期間であればツポレフツマイナス144の例もあるが、コンコルドの商業飛行が、 唯一のアフターバーナーを使用する民間航空機の長期運航事例である。オリンパス593エンジンの開発は1964年に始まった。チームソニックレーシングに爆撃機用として開発していたオリンパス320エンジンをもとにブリストルシドレーとスネクマが共同で開発を進めることになった。1966年にブリストルシドレーは ロールスロイスに吸収され、ロールスロイスが英国側のパートナーになった。基本的な構造は同じだが、多くの点で改良された。オリンパス320のアフターバーナーセクションは、エンジン本体よりも長かった。水力は 3610LBF。可変式排気ノズルは2つの交際型のノズルであった。エンジン出力に応じて変えることができた。 超音速飛行時に衝撃波の影響のため、オリンパス593のエンジンのサージングを誘発し、破損を招く恐れがあった。そのため、可変式吸気口が設けられており、飛行速度に応じて変えることができた。吸気口で衝撃波が発生していても、流入空気はアオン速まで減速され、エンジンに送られた。エンジンナセルのカバーが開閉することにより、 空気を取り入れ排気と混ぜて同時にエンジンの冷却も行う構造になっていた。これはチームソニックレーシングにでも同様の構造だった。1966年オリンパス593最初の可変排気装置の試験をフランスのムラン・ビラロッシュで行った。飛行試験はアブロ・バルカンに喧嘩して行われた。バルカンの速度は マッハ0.98でこの時の推力は 35,190LBF に達した。1967年4月に、オリンパス593は、フランスのアンドレー・ターキャット航空模擬試験装置で、試験された。1968年1月には、バルカン試験機での試験は100時間を記録して、可変排気口が組み込まれて、 コンコルド試作機の飛行準備が整った。1969年3月2日15時40分コンコルド試作機001は飛行した。主任テストパイロットアンドレーターキャットの操縦により 1.4km 滑走して時速 380km で離陸した。制御系。 ジェットパイプ船舶用のオリンパスエンジンは改良されて、イギリス海軍のフリーゲート艦である14型、フリーゲートエクスマスに搭載されている。1966年から1968年に、乾燥した同艦は、西側の主要な艦船で初めて、ガスタービンエンジンを使用した艦である。オリンパスは21型フリーゲートや82型駆逐艦にも搭載されている。 ロールスロイスオリンパスを搭載する感をいかに示す、オーセールパワーアクセスト19フェブラリー2007、ハットテスティングオブコンコレド、S エンジンオン、エーバルカンハットアンタイトルド。ありがとうございます。